皆さんこんにちは。痛みだより7月1日号です。まず私立痛み病院の患者用駐車場の場所と利用方法などが変わります。私立痛み病院は北側に完成しました立体駐車場と平面駐車場合わせて合計180台分を現在患者用駐車場として仮運用しております。この詳しい案内図を病院のホームページにアップしておりますので、そちらでどうぞご確認ください。そして画面の二次元コードからも読み取っていただけますので、どうぞよろしくお願いいたします。お問い合わせ先です。私立痛み病院統合新病院整備推進班、電話番号は072-767-1029、 767-1029 となっております。それでは今週の痛みだより姿勢情報から進めてまいりましょう。姿勢情報です。担当は藤井加奈子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。地域のみんなで子育て家庭を支えようという伊丹市の子育て支援に関する話題です。子育て中の親は様々な悩みや不安を抱えています。身近に相談できる人がいない、子どもを預かってもらえる人もいないという親たちはどうすればいいんでしょうか。伊丹市ではそんな悩みや不安を少しでも解消し、子育て中の親子をサポートしようと、平成9年に伊丹市育児ファミリーサポートセンターを開設、子育てを地域で支援する取り組みを行っています。今回は身近な地域で子育てを支援してもらったり、地域の親子をサポートする側に回って子育ての喜びや楽しさを一緒に味わえる取り組みについてご紹介します。伊丹市育児ファミリーサポートセンターアドバイザーの後藤さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。この育児ファミリーサポートセンター事業とはどのような仕組みで支援が受けられる取り組みなんでしょうか。はい、用事があるときや仕事で遅くなるとき、リフレッシュしたいときなど様々な理由で子どもさんを預かってほしい、そんなご家庭の方が安心して子育てができるように、育児の援助を受けたい人と育児の援助を行いたい人の間に入って、子どもさんを預けたい人の日時や場所、ご希望をお聞きし、できるだけそれに沿う協力会員さんを探しさせていただいて紹介し、子育て中の人や働く人のご家庭を支えています。ファミリーサポートの利用には登録など必要なんでしょうか。はい、登録が必要になります。こちらの事務局に来ていただいて20分から30分お時間いただいて、ファミリーサポートセンターの、制度について、ご説明させていただきます。事務局に来れない方には資料を郵送させていただいて、お電話でのご説明をしています。子どもを預けたい人を依頼会員さんと言います。伊丹市内在住在勤で0歳さんから小学校6年生までのお子さんをお持ちの方が対象です。子どもを預かりたい人を協力会員さんといい、こちらは心身ともに健康で育児に関する相互援助活動が可能な方が対象です。預かり等の支援を行うときには伊丹市が指定している必須講座を受講していただくことも必要になります。また依頼会員さんでありながらご自身の子どもさんと一緒に預かってもいいよ、子どもが幼稚園や学校に行っている間子どもを見れるよということができる方は、預けたり預かったりできる両方会員さんというのに登録していただいています。料金はどのようになっていますか。はい、子どもを1人当たり平日朝7時から夜9時までは1時間800円、早朝夜間土曜日日曜日祝日年末年始は1時間900円になっています。これは依頼会員から協力会員に直接お渡ししていただいています。
それでは実際に利用したいとなったとき、どのような流れで援助が受けられるんでしょうか。はい、依頼会員が利用したい日時や内容を事務局に連絡していただきます。私たちアドバイザーが協力会員さんに相談し、受けていただけたら紹介させていただきます。またより安心して子どもを預けたり預かっていただくために、利用日までに一度依頼会員さんと依頼会員さんの子どもさんと協力会員さんとで必ず一度お顔合わせをしてもらっています。料金はかかりません。利用前に顔合わせがあるとお互いにどんな人か分かるので、預ける人も預かる人も安心ですね。それでは実際にファミリーサポートを利用している様子をご覧ください。こちらの親子は、母親が習い事に通う時間だけ子供を預かってもらおうとファミリーサポートを利用しました。依頼会員の子供を預かるのは、習い事の近くに住む協力会員です。これまでに何度かファミリーサポートを利用する中で、会員同士の信頼関係も出来上がってきました。子どもも遊びに行く感覚で毎回の訪問を楽しんでいます。どこかに預ける施設とかだと、ちょっと遠くに行かなくちゃいけないとか、そういったことがあるんですけれど、利用に応じて、今回の場合だと習い事なんですけれど、その習い事に近いお家で預かっていただけるということで、非常に便利だなって感じてます。いつもここのお家に来て、今日おばあちゃんに会えるねって言ったら、おばあちゃんおばあちゃんって喜んでいたりとか、あとここのお家だとメダカに餌をあげたりとか、なかなか自分では味合わせてあげられない経験なので、すごくありがたいです。子供を預かってもらうというだけでなく、地域とつながり、いろんな世代の大人に出会う経験は子供の成長にもいい影響を与えています。いろんなところに遊びに出かけると、同じぐらいの親世代が多いんですけれど、一つ上の世代の方とか、今までなかなか出会えなかった方々ともつながりが持てるっていうのは、すごく素晴らしい仕組みだなって思います。ファミリーサポートを通して地域で子育てできる環境が作られていますね。はい、先ほどの VTR では依頼会員の視点でご覧いただきましたが、それでは協力会員の方はどのようなことにやりがいを感じていらっしゃるんでしょうか。最初ママパパとかもうすごいギャン泣きで玄関までって言ってた子が、ちょっとずつ懐いてくれて、お迎えのピンポンになったら、ここですっごい遊んでて、自分はもう見向きもしない、なんか逆にお母さんが、せっかくお迎えに来たのにっていうこともあったりとか、大切な命をお預かりしているので、こう緊張感を持ちながら賑やかに楽しくやらせてもらっていて、また次回の支援の時にすっごい大きくなってるところにびっくりしたり、ほっこりしたりして、そういう楽しさもあって、ファミサポさんに参加してよかったなって思ってます。もう自分自身も子育て終わってますので、とても懐かしくて、ああこんな時あったな、自分がもう一度子育てを、ゆとりを持って子育てをしている感覚と、我が子の子育ては限られていますが、たくさんのお子様に接することによって、またお父様お母様とお話しすることによって、自分の経験も豊かになっていくと思いますし、たくさんの方にぜひこの協力会員になっていただけたら嬉しいなと思います。協力会員の方も子どもを預かることが生きがいややりがいにつながっているようですね。はい、この協力会員になるには必須講座を受けなければならないと先ほどおっしゃっていましたが、どのような講座なんですか。はい、協力会員、療法会員さんとして活動する前に、伊丹市が用意した必須講座を受講していただきます。講座は年2回、7月頃と2月頃に開催しています。協力会員、療法会員になるには必須講座8項目を受講が必要ですけれども、一度に8項目受けれなくても、1つでも2つでもご自身のペースに合わせて受けていただけます。子育てを支援する心構えや関わり方、ルールや注意事項など、活動に必要な知識を学んでいただける講座となっています。
全受講できれば援助活動が行えます。全受講された方からは受けていてよかった、活動に役立ちましたという声が届いています。また8つの必須講座だけではなく、絵本や防災、遊びや子どもの関わり方などスキルアップ講座もあり、援助活動の時に役立てていただいています。講座を受けるだけでも子育てや保育に関する知識をしっかりと得られるので、ご自身の学びも深めることができますね。はい、また会員さん同士のつながりも作りたいと思い、昨年から援助活動を行える会員さんに集まってもらって交流会も始めました。皆さんの活動のお話が聞けてよかったという声をたくさんいただけています。さて、そんな協力会員なんですが、随時募集されているんですよね。はい。どんな方に登録していただきたいですか？はい、子どもが大好きで子育て中の人を応援したい、この時間だったらこんな内容だったら受けれるかなっていう方には、講座を受けていただいて協力会員、両方会員に登録して、市内のさまざまな場所に活動できる方が増えて、子育て中の人を支えていっていただければと思っています。地域の親子と一緒に子育ての喜びを味わいたいという方は、伊丹市育児ファミリーサポートセンターまでお問い合わせください。後藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。伊丹市では伊丹市育児ファミリーサポートセンター事業だけでなく、子育てに関する相談、情報発信、親子同士の交流などを支援する伊丹市子育て支援センター事業もあります。こちらでは屋根のある公園をコンセプトにした子育て支援拠点を伊丹市内の8カ所で開設しています。小さな子ども向けのおもちゃや遊具が用意され、いつでも気軽に集い、ゆったりと自由に遊んだり、親子の交流、仲間づくりにも最適な場所として親しまれています。今回は子育て中の親子を支援する取り組みについてご紹介しました。最後にご紹介をいたしました、子育て支援センター事業で開設をしている子育て支援拠点ムックムックルームですが、伊丹市内8カ所にあって、市内のどこからでも気軽に遊びに行けます。各拠点によって対象年齢が異なりますので、お問い合わせください。たくさんのご利用をお待ちしています。市政情報担当は藤井さんでした。ありがとうございました。